DFS-228DFS-228 は第二次世界大戦中にドイツ滑空機研究所が設計したロケット動力の高高度偵察機である。本機は戦争終結までに2機の無動力の試作機が飛行しただけで終わった。DFS-228 の初期設計は戦争勃発前にグライダー用の高高度脱出システムの開発を目指した実験機。 DFS54 として始まった。この計画は戦争が始まったことで中断されたが、1940年にドイツ航空省が DFS に対してロケット動力偵察機の要求使用を出したことで復活した。偵察任務にグライダーを使用する利点としては、静粛性、対地速度が低いこと、重要地域上空に対空する潜在能力といったものがあった。 この計画は DFS にグライダー設計における主翼光対角の効果と超音速飛行という DFS が関心を持っていた2つの分野への研究の機会を与えることになった。フェリックス・クラヒトにより設計された DFS228 は試作初号機が1944年3月に完成し8月までドルニエドゥ217の背面に背負われて実施された。 滑空試験が行われた。この機体は従来のグライダー設計にのっとって細長い主翼と降着装置として機体仮面に引き込み可能なスキットを備えていた。機種部は緊急の場合には分離するようになっており、パイロットのための独立した余圧式脱出カプセルとなっていた。キャビンの余圧機構の不具合のために試作2号機はパイロットが副外で登場するようになった。 試作機により約40回の飛行試験が実施され、1945年2月にバルター HWK109 から509ロケットエンジンが搭載されることになっていたが、戦況の悪化によりこの計画は中止された。試作2号機は1945年5月の空襲により破壊され、試作初号機はアメリカ軍により露角されて1946年に、 調査研究のためにイギリスへ送られて1947年に廃棄処分にされたらしいが最終的にどうなったかは定かではない。出典、諸言性能。ありがとうございます。